はいえーまあ、これじゃすぐちょっとアウトプットセンターあかんなっていうことで、まあ、あのですね、あのー、あやちゃんっていう方からあやちゃんからねフェイスブックでメッセージもらってでフェイスブックまたタイムラインちょっと見てたられいなちゃんっていうねれいなちゃんっていう方がフェイスブックでこのネガティブを抹消しようと頑張る人へみたいな、えー、のアップしてたシェアしてたんですけども。 あんまり僕人のあんま聞く見ないんですけどまあ、うん、なるほどなみたいな話でまあ今回ねですねあの僕はあの <laughs> なんかね僕ねまあこれからちょっといろいろお話しするんですけど僕もいろいろ勉強した過程の中で もう僕ね、一般の常識が通用し、まあ一般の常識、まあその常識って何なのかっていう話でもあるんですけど、まあ通用僕はしないですね。なんかもうぶっ飛んだ脳になっちゃったんで、なんか変人な、変人、まあ人から言われる、人から見ると変人なのか分かんないですけど、まあそのレイナさんっていう、レイナちゃんも変人なんで、すげえ話が合うんですけど、そのアンパンマンのね、ちょっと話をしようかなと思うんですけど、その話をする前に。アンパンマンって知ってますよね。 でアンパンマンにはバイキンマンバイキンマンも知ってますよね「バイバイキンみたいなそうなんでアンパンマンはバイキンマンを殺さないと思いますもう一度言いますねなんでアンパンマンはバイキンマンを殺さないんですかっていう究極の質問というか、うん、アンパンマンってバイキンマンがいないと成り立たないんですね なぜかっていうとじゃあこれアンパンマンが今日は街でなんかないかなみたいなのあるじゃないですかまあ大体バイキンマンがうわ悪さ最終的にしててまあ最後バイバイアンパンってするじゃないですかでもしバイキンマンがいなかったらアンパンマンは「ああ日何もないなジャムおじさんジャムおじさん今日も何もなかったそうか何も平和だね」って言って「<laughs> 平和だねと」とでなんかなんか食べるってでまた行くじゃないですか。 ジャさんみたいな。ね。ああ、平和だね、みたいな。じゃパトロール行ってきます。じゃムおじさん、今日もなかったよ、みたいな。今日も何もなかったよ、と。そのなんか、アンパンマンの、アンパンマン、意味あんのみたいな。アンパンマン、あんま出番ないね、みたいな。っていう漫画見たいですか <laughs> っていうアニメ見たいですか見たくないですよね。バイキンマンンンンママがが悪さしてそのアンパンマンがそれを 解決するっていう物語で成り立っているわけですよ、ね、アンバイキンマンがいなかったらアンパンマン成り立たない存在意味がなくなるわけですよもう一度見ますねこれ重要なんですけどバイキンマンがいなかったら悪さする人がいなければアンパンマンの存在意義がなくなってしまうんですねだってだって、うん、パトロールする必要性がないじゃないですかそうじゃないですかだか人間の、えー、心の中には まあ、陰と陽じゃないですけど必ずその悪悪その悪魔的な心とまあうん,なんかうその神様的な心が同居してるんですねまあダークサイドとフォースみたいなでこれは両方必要なんですよでほとんどの人がその,そのこっちはダメだって言うんですけどダメじゃないんですよないとダメなんですなあるからなんですよで僕ねよく思うんですけど 例えばですよこれねあの賛否両論あると思うんですけど賛否両論あると思いますけどあのよく思うことがそのこの前大阪行った時に大阪っててめめちゃめちゃゃポイ捨てあるんですよおすげえなーみたいなめっちゃポイ捨てめちゃめちゃあるんですね。でなんか世の中ではポイ捨てが悪だみたいなポイ捨て最悪最低みたいなあるじゃないですか。でもこう客観的に見るとじゃあその タバコを拾って拾ってて飯食るる人たちがいるわけですよだからその大阪の街歩いてたらそのまあ清掃の人が来て、まあ、ずっとポイ捨てをこう拾ってるんですけどもじゃあ街の中にポイ捨てがなくなったとするじゃないですかそしたらその人たちの食が奪われるんですね。これ不思議じゃないですか。不思議というかあ世の中ってこうできてるんだなっていう。 だす捨,てる人も捨てる人がいれば拾う人がいるっていうだ捨てる人がいなくなったら拾う人がいなくなっちゃうんでじゃあこれここで生活してた人がじゃあ多分まあ賃金は安いと思いますけれどもまああのそのシルバーシルバーなんとかだったかな。 多分そういう人たちが多分働いてると思うんですけどその就職がなかなかできないもう年取っと就職なかなか難しいじゃないですかでそのシルバー人材みたいなところでは多分あると思うんですけどそこで行ってじゃあちょっと保拾ってくれみたいなでそこであで雇用が生まれてるわけですよねそうだからなんかいろいろ考えると まあもちろんね、じゃポイ捨てを僕が推奨してるわけではないんですけど、ものの考え方というか、どういうふうに考えると、あ、世の中ってこうなってるんだなっていう。でもですよ。じゃあ、じゃあ、これ本当にいろんな考え方がありますけど、ポイ捨てが悪だって言ってる人いるじゃないですか。いますよね。ポイ捨て最悪、最低みたいな。でも、その最低って言ってる人もゴミ捨ててるじゃないですか。地球から見たらさ、最低の人ですよ。<laughs> もう一度言いますね。<laughs> ねポイ捨てが最悪って言ってる人いるじゃないですかじゃあその人ってゴミ捨ててません家庭のゴミ捨ててますよね地球から見たら地球汚染してるだけでしかないじゃないですかだからどこの視点で見るかによって全部が変わってしまうんですよ物事の現象っていうのがねっいやポイ捨てワークだやっぱなんかまあ僕タバコ吸うんでもう結構タバコ吸う人の味方なんですけどまあ僕もねあの、まあ、これ申し訳ないですけどあの 灰皿があるところをできるだけ探します。灰皿があるところをできるだけ探しますけど、ない場合は、やっぱ未だに捨てちゃう場合もあります。はい、これはっきり言いますけど、捨てちゃう場合あります。はい、だからまあ、その、まあ別に推奨してるわけじゃないんですけども、ただまあ僕はあの捨ててしまったら、うん、なんだ、そこは捨ててしまったけど、逆にまあいろんな考えが僕はあるんで、たまにこう、この前ですね、そうそう、ライブしてたんですけど、 あの鹿児島で決済正樹さんっていう人が鹿児島の合宿来てて海の防波堤をこう歩いてたんですね夕日を見ながらで夕日を見ながら防波堤を歩いてたらゴミが落ちてるみたいになったんですよでそこのライブ中に僕はあのゴミをそれ拾って、えーまあ、捨てたんですけれどもだからまあなんか捨てる時もあれば拾う時もあるってことです僕も、うんだからその捨てるだけじゃないよみたいな まあちょっとあの言い訳なんですけど <laughs> 軽い言い訳なんですけどそでもなんか世の中ってそういうもんではないかなと思ってますでもこの考え方があのなんか間違った考え方をするとじゃあ捨て,捨てて OK みたいなねどこでも捨てて OK になっちゃうんでちょっとねこの考え方をなんだこう間違った捉え方をするととんでもないところにとんでもないもうこの、ね、もろ刃の刃なんですけどその包丁もそうなんですね包丁も。 面白いことで包丁の使い方って包丁ってまああの料理をまあなんだこうやる道具じゃないですか。だけどこれ使い方を間違えると人を殺せるんですよ。よ面白くないですか。包丁ってねこうおいしい料理を作るために必要じゃないですか。ね料理をするためにだけど使い方を間違えると人を殺せるんですよ。同じものなんですよ。うん。 だけど使い方間違えるると人を,ヒットをさせるっていうこれもねすごく面白いなっていう、うん、だからまあ人間にはあの陰と陽というかダークサイドとその神様みたいなあってそこがやっぱ同居してるしこれとうまく付き合っていかないといけないですね。でこのレイナさんのネガティブを抹消しようと頑張る人へっていうところでまいろいろと言ってて「あ僕もやってたな」っていう。 ちょっと飲みますね僕年取ると年取ると唾液の分泌量が異様にに少ななくてカピカピピるんですよねだ僕もですねそのネガティブになったらポジティブになろうっていうこの,あのプラス思考ってあるじゃないですかプラスにしマイナスはダメだからプラス思考に展開しましょうっていうでもねよく考えてほしいんですけどじゃあマイナスとプラスあるじゃないですか電池もマイナスとプラスなんですよ。 このマイナスとプラスっていう電極があるから電池として成るというんですねだけどマイナスはダメだって言ってそのプラス手思考に転換するじゃないですかそしたらこれを電池で例えるならば成り立たないんですねだからマイナススととプラスは本当に同居ししててるしその向き合っいいいいかないといけなけんですよじゃあこの向き合い方ってどういう向き合い方があるのかっていうと いろいろなこの解決方法がありますもちろんそのマイナスをプラスにもちろんマイナスはね結構きつい部分もあるんでプラスに転換した方がまあき、あのー、心地よいって部分がありますだからプラスに転換しようとするんですけれどもこれをね逆に言うとマイナスを突き詰めるっていうこともあできるんですよでこれはまあレイナさんのネガティブ抹消しようとする頑張る人へでもねまあ,あのレイナさんが言ってるんですけどあの僕もそのあのー 人間ですからネガティブに考える時があるるんですよ、ね、ネガティブに考えることもあるし嫌なことがあった場合そういう考えることがあるんですけどだから以前の会社とかでもすげえもうネガティブ毎日ネガティブなことを思ってたりとかしててあの死にたいなってだからこれ本当に話なんですけどあの会社にずっと泊まり込みでやっててでまあ会社の中でいろんなことがあって。 で、えー、会社に泊まってその仕事してるのは僕一人で孤独なわけですよ孤独だし毎日その寝泊まりして会社でやってで会社ではいろんな現場でいろんな事件起きてそれをそういうのをこうやってる中で、まあ、夜中2時とか3時に今でも覚えてるんですけど渋谷の渋谷渋谷渋谷谷渋谷渋谷渋谷公園っていうのがあるんですね渋谷寿。 まあ当時働いてた一番最初に働いてたのは恵比寿なんですけど恵比寿公園っていうところがあって、まあ、事務所から歩いて5分10分ですか5分ぐらいかな恵比寿公園っていうところがあって夜中2時ぐらいに恵比寿公園の前にローソンがあるんですよでそのローソンで缶酎ハイを買ってあの星空を眺めてこう「あ死にてえな」みたいな <laughs> もうだから要は落ちるとこまで落ちるんですようわみたいなもうもう本当に死んだらどこ行くんだろうみたいなもう落ちるところまで落ちまくるんですね 落ちるところまで落ちて落ちて落ちて考えてももう落ちて落ちて落ちてもこれ以上落ちない落ちれないっていうところまでで最終的に僕が出す結論が「死にたい死んだら楽になれんだろうな会社行きたいな死にたいな」でもそれめっちゃ考えるんですよめっちゃこう思考するんですね「うわあ嫌だな」みたいな「嫌だな」と。で落ちるんですよ。 落ちて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 じゃあ死のうと死んだら楽になるでも死のうっていう最終的には、まあ、死んだらもう何もなくなるわけで無,無になるわけじゃないですか、まあ、魂は残りますけどねでも死んだら無になりますよね今の現実社会からはいなくなるんでじゃあ死のうっていう結論になるわけですよで死のうっていう結論に最終的になるんですけどなるんだけれども死ねる勇気がないんですね自分で包丁で刺したりとか自分でこう命を絶つっていう勇気がないんですよで、 そうなった時にあ、俺は死ねる勇気がないなとじゃあやるしかないなって言ってその最終結論行き着いてでじゃあ死ねる勇気がないんだったら生きるしかないなとじゃあ生きるんだったらやるしかないなってこう回復するんですよわかります死ねる勇気がないんだったら生きるしかないからじゃあ生きるために頑張るしかないなっていうこうなるんですね落ちるとこも落とす死ぬ,死ぬっていう結論まで至るんですね だけどそこで僕は死ね,死ねる勇気がないから頑張るしかないかなっていうことでこう V 字にこう持っていくんですけど、まあ、そういうことをね昔結構やってましたね本当に落ちるとこま落ちてで結局結論は死にたいなんですよだけど死ねる勇気がないんだったらやるしかないなだから僕ね自殺する人とかすげえなと思うんですよ死ねるわけじゃないですか死ねる勇気があるってすげえなっていうだからそこのパワーを こ,このの死死っってていいうううう本当に死ぬっていうのはパワーめちゃくちゃゃく使うと思うんですよでこのパワーをちゃんと転換できれば多分すごいいい人生を送れるんじゃないかなとは思うんですけどもったいないなって非常に思うんですけどだってすごくないですかし自分で命を立てる勇気があるってすごくないですか僕ね尊敬しますよ自殺できる人ってまあどんもちろんねいろんな,のこいろんなその多分いろんなねその 死ぬっていうところに対しては、うん、もちろん深いね、悩みだったら深いいろんなことがあってあったと思うんですけどそこのパワーをそこのダークサイドのこのマイナスのこれがあるじゃないですかマイナスのエネルギーですねこのマイナスのエネルギーをこううまくこっちに持っていくことによってまあすごいこっちにもパワーが出るわけじゃないですかだからマイナスのパワーが出せるんだったらプラスのパワーも出せるはずなんですよ もう一度言いますね。マイナスのパワーが出せるんだったらプラスのパワーも同居してるんでイコールなんでイコールなんですよ。もう一度言いますねイコールなんです。だからマイナスのこのすげえこのパワーが出せるってことはプラスのう,うまくこのここの紐付けができるひ紐付けができればあの一緒のパワーを出せるんです。一緒のパワーを。 なこれは成功してる人たちがほとんどの成功してる人たちがめちゃめちゃ負のどん底を味,味わってるわけです負のどん底例えばあの,あの借金事業を失敗して何百億の借金を背負ったとかあとはその裏切られたとかいろいろな成功してる人たちのストーリーの中ですごい負のこのマイナスのところがあるんです。だけどここれとこっちを イコールになってるんで、その人たち、うまくいってる人たちは、これはイコールにしてるんですね。できるんですよ。だから、同居してるんで、このイコール。どうつなげられるかっていうところが、結構重要です。うん。そう。ただ、まあ、あの、お金の器って、借金が一億円できる人は一億稼げるみたいなことも、よく言われるんですけど。そうそうそう。だから、そこをね、どう紐付けて、イコールにできるかっていうところは、実は、あの。大事ですね。 だから例えばあの今日朝起きたらそのコンビニクマンこれ行ってきたんですけどちょっと雨降ってたんですね雨で多分大抵の人は雨より天気がいいまあ雨が好きっていう人もいてますよでも多分8割9割は雨よりどちらかというと天気が好きっていう人いて,あのいてるじゃないですかあの晴天みたいなだけど だけどですよこれもどういう視点で見るかなんですけどもあの晴れが好きっていう人いるじゃないですかね晴れが好きっていうだけど雨も必要なんですよ生きていくために雨がなかったら植物は育たないんですね米は育たないんですよ雨がなかったらずっと晴れっぱなしだったら田んぼはカラカラになっちゃうし植物育たないんですよだから雨があるからね雨があるからまあ水も飲めるしね雨が山に降ってな、ね、あの えなんだ富士山の天然水じゃないですけど富士の天然水じゃないですけど富士山に雨が降るからそこがろ過されてこう出てくるんですよね雨がなかったらろ過もクソもないじゃないですかカラッカラになっちゃいますよねだからまあ息として生きるものは全然雨も必要だし晴れも必要なんですよだからマイナスも必要だし、あのー、プラスも必要ってことですだけどみんな晴れがいいって言うじゃないですかいや雨も必要だよって僕たち生きていくためには雨があるから恵みの雨って言うじゃないですかで昔そのた多分ね 僕たちはその昔はその農作物を昔は育ててたじゃないですかじゃあその農作物を育ててる人からすると雨降ってくれとあ来た雨みたいな恵恵みみのの雨雨って言いますすよね恵の雨なんですだけど農作物を育てない人からすると雨が降るとうわうわ傘めんどくせえなとかなるじゃないですかだからこれはどの視点で見てるのかによって本当に全部が変わってしまうんですねそう。 まあ僕はいろいろ勉強して、まあ、脳科学っていうまあレイナさんっていう方はね脳科学っていうことでいろいろなことを勉強して脳科学にまとめてるんですけど、まあ、僕はね脳科学ではなくてうんあの感性というかね、まあ、直感なん直感というかね、まあ、そういう感じで、まあのー、話すことが多いんですけどただまあ レイナさんも言ってくれてたんですけど、まあ、僕が言ってることはまあその「土俵は違うけど本質は一緒だよね」みたいなことをよく言ってくれてて、うんまあ、結局その、まあ、僕も何千人ってお客さんのこう悩みとか聞いて相談のってこうやってますけれども、まあ、どこの視点で何をど,うよどのように見るかによって全然物事が変わってきますしだからそこのあ例えばこれ面白いことがあってあそう大阪セミナーでもちょっとお話ししたんですけど人間の。 人間の9割の悩みっていうのはまだ起こってない出来事に対しての悩みなんですよ。大体いい9割8割8割9割の人間の悩みとか不安不安ですねとか不安か不安とかは不安ですね。不安っていうのはだからなんで不安っていうかっていうとまあお金を稼ぎたいっていう人たちに対して、まあ、会社を辞めたいだお金稼いだらどうしたいんですかってよく聞くわけですよ。お金稼いで最終的にどう,したらいいどうしたらいいんですかみたいな。会社を辞めたいんですって。 会社辞めればいいじゃないですか辞めたいんですよねと辞めればいい,いで,でも不安で辞められないんですよ大抵は不安なんですよでもその不安ってじゃあなんで辞められないかっていうと会社を辞めた後に起こる現象まだ起こってない現象に対してじゃあもしネットで稼げなかったらどうしよう再就職ができなかったらどうしようまだ起こってない出来事に対してフラストこのイメージしてイメージ付けして不安っていうのが派生してるんですねまだ起こってないんですよ 会社を辞めてえじゃあ再就職ができないとかそんな分かんないじゃないですかまだ起こってない現象ですよねじゃあネットビジネスで稼げるかどうかもそのまだやってないから分かんないじゃないですか確定では確定ではないですよね再就職ができないことも確定ではないですよねだけどそのまだ確定されてない現実に対して確定されてない現実に対して不安を抱くわけですよ人っていうのは面白くないですかこれ確定してないですよまだ 確定してないのに勝手に自分で妄想してその不安を広げてで不安がある悩みがあるみたいな感じなんですけども確定してないのに勝手に自分で不安を作り出して自分でこうな,んかこうなってるっていう面白くないですかでもねこれ人間の脳って面白くてその不安な部分で言うならば例えば僕車の運転好きなんですけど車の運転も全部不確定要素なんですよ。 これねニュース番組見れば分かりますけどね車を運転してたらいきなり子供が飛び出すことありますいきなりトラックが追突されることありますでもこれ怒ってない未来ですよねでも現実社会で起こってませんニュース番組見たらなんか高速走ってたトラックが突っ込まれてきたで死亡しましたっていうニュースめっちゃ見てませんでも怒ってる現実なんですよここにあるんですよそういうのが だけど人間って都合がいいんで自分が車を運転する時はそこを考えないんですよもしそこを考えてしまったら車に乗れないんですねもう一度言いますね車に乗れなくなるんですそこを考えてしまったらここそこを考えたら車に乗れなくなっちゃうんです例えばじゃあ毎回車に乗るときにああ子供が飛び出してきたら俺しあ子供腫れちゃうなとかいやトラックがこう突っ込んできたらどうしよう っていう不安で車毎回乗れます申し上げますね <laughs> おニュース見れば分かりますよねそんなのは子供も飛び出してきません、ね、だから毎回その不安な気持ちが増殖させて車に乗ったらやばいっていう不安を増殖させてったら車に乗りたいと思います乗れなくないですか あ子供を突っ込んできたらどうしよう,こう刑務所入っちゃう人生を追わ込んだみたいなああみたいなアクセル踏めますそれめっちゃ増,増殖させたらアクセル僕踏めないですねそれ考えたらいや子どいやここで子供が飛び出したらどうしよう はあ、踏めないな。もう多分10キロ走行ぐらいじゃないですか。10キロ走行だったら何とかなりそうなんで、多分10キロ走行ですよね。でもこれ普通の一般道で60とか70出してて、ね。60とか70で出したらまあね、まあ免許持ってる人だったら勉強したと思うんですけど、いきなり急ブレーキかけたとしても、ね、無理ですから。無理ですから跳ねますよ、そりゃ。無理じゃないですか。だから60とか70出した時点でもうオワコンなんですよ。 急ブレーキ出しても絶対止まれないですからね。車急に止まれないんで、跳ねますよ。で、その跳ねる場所が悪かったら殺しますよ、人。でもそれ考えないですよね。不思議ですよね。それ、そ,そういうのは考えないんですけれども、そのね、あの会社を辞めたいってところは考えるんですよ。面白くないですか、この人間の脳って。でね、この人間の脳の仕組みをもっと理解するとどういうことかっていうと、じゃあなぜ人は車に乗れるのかってところなんですよ。 なぜ車に人は乗れるのか。だけどなぜ人は会社を辞められないのか。辞めたいと思ってるのに、これ不思議なことがあって、あの車に乗らないといけない理由だったり、乗りたいっていう自分のもうなんだその明確的ななんか動機だったりとか、車に乗らないといけないとか車に乗りたいっていう目的意識だったりとかなかいろいろあるんですよだから乗るんです。だけどこっちって。 あのじゃあ成功する人ってどうなのかっていうともう絶対成功するからあの絶対成功するって決めてるというかねそういう目的意識があるからあの会社を辞めるんですよ辞められるんですよもう絶対やるみたいな絶対成功するよと絶対やるよって決めてるんですよ、まあ、車もそうですよね絶対乗るっていうか乗るっていうのはね,ね乗らないと会社行けへんとかねあるじゃないですか,なんか乗りますよねこっちもそうで絶対成功するよみたいな決めてれば会社辞めるんです でほとんどの人がそのなんだ、えー、そのその自分の行動するその動機が弱かったり弱いんですよだから叶えられないんですその自分が成し遂げたいものっていう自分がやりたいことっていうのの,あの,そのイメージ付けというかその強い意識とかねそれがないんですよね。もちろん車にに乗る時に あの強い意識はあるかどうかわからないですけど車に乗るっていうその乗るっていうそのんだろうなどう表現したらいいかなまあ必要性というかうん例えばまあその会社を辞め,ない辞めて起業するっていう上での何かの必要性に迫られたら人は動くんですよ。うん例えばなんだろうなうん じゃあその大切な人が大切な人が病にかかって1億円必要だっつって今の給料足りないってなった場合会社に行く行かなくなれません会社で行ってたら給料手取り20万で1億円作れないじゃないですか文字ますね手取り20万で、えー、1億円作れないですよねじゃあ1億円作るための行動するんですよじゃあ1億円するために、まあ、会社行ってたら1億円作れへんなっつって会社に行かなくなるんですねまあ辞めるかどうかわかんないですよ事情を話してあのなんか 休むのか分かんないですけどまあそれがダメだったらやめるかもしれないですけど1億円作るるためだだけの行動をすすんですよだからどういうい理由、はあ、カピカピまあちょっとねぶっ飛んだ話になってるんでまあ理解できないかもしれないですけど僕ね本当にねちょっと人とかちょっといろいろ勉強しすぎたというかいろいろいろんなことを考えて思うんですけど。 たまにね、こういうういこことも思うんですよ。これも非,これは非道徳的な話になっちゃうんですけどまあ人を見てるとねこう人を見てるじゃないですか人として見え,見えなくなる場合があるんですよ動物動物歩いてるなっていう風に見えちゃうんですよでこの動物を殺したらどうなのかなまあ殺しはしないですよ殺しはしないんですけど一応僕も人間的な部分もあるんで殺しはしないんですけど動物的に見ちゃうんですよこの生,生物学みたいな 分かります生物学的な視点で人間を見たりしちゃうんですよ。なんでこ,うこの動物はこういうこういうい動きするんだろうなとか。<laughs> でねこれねもうこれも非道不足的な話かもしれないですけど中国では中国ではそのえっ、ー、となんか不死鳥になれるみたいなあの飲み物があって毎、まあ、1回見たことあるんですけど胎児の胎児をなんかその。 胎児,を胎児を取り出すのか分かんないですけどどういう胎児か分かんないですけど人間の胎児ですねちっちゃいこの胎児を鍋でゆ茹でてでスープにするみたいなでそのスープを飲むと寿命がなんかーうーすごく良くなるみたいな,なんかそういうスープがあるらしくて人間を茹でるんですよ人間を茹でてスープで飲むみたいなでそれグロいんですけど <laughs> そういう写真もね探せばアップロードされてますからまあ興味があれば。 あ,のあれなんですけどでそれ見た時にあなるほどねみたいなでもそれってまあ非道徳的に見るのかあの客観的に見るのか人それぞれだと思うんですけど何だろうなじゃあ今の話を聞いていやそれはないなと思う人が多分大半だと思うんですけどじゃあそれはないなと思ってる人たちっていうのは必ず牛さ,ん牛さんとか鳥さんとか殺してるんですよ。まあ自分は殺してはいないけど殺されたものを食ってるんですよ。 僕思うんですけど人間と動物の差ってなんかなんでなんかよく平等にしましょうとかね平等平等世界みたいないや平等っていうんだったら人がなぜに人がそのなぜ牛を殺すのか鳥を殺すのかって話じゃないですか全然平等自然界から見ると全然平等じゃなくないですか自分の都合で自分の都合で肉が食いたいからっつって牛を殺すわけじゃないですかそれは平等ですか。 自分の都合でまあそれ弱肉強食の世界でっていうそのなんかくくりで見るとまあ人間の方が強いからそういうのはしょうがないのかなっていうところもあるけれどもそのなんか平等というなんか概念で見るとなんでその人間のその欲欲ですよね肉が食いたいとかなんか欲じゃないですかなおその欲であの特にね家,家畜とかありますけど 人間に殺されるためだけにあのなんだうあこう育ててで最終的に殺していくわけじゃないですかまあスーパーに売られてるやつはもうね綺麗に切られてますから目に見えないですよ裏側は目に見えないですけど実際に生産工場とかはひどいですよもうベルトコンベヤ式で内臓とかボンボン切ってますからね でもそう,そういうのを食ってるわけですよ僕たちって、まあ。本当にどこの視点で何を見るかによってなな何が正しくて何が正解なのかも分かんないし世の中には僕はいろいろ考えた結果考えた結果とかいろいろな視点で見,見るようになって思うことが何が正解で何が正しいっていうのはもう絶対ないなっていう。逆にこうだから僕はその 何何がが正しいいとか何が間違ってるっててるうこれはもう本当にないんだなっていうどこの視点で何を見るかによって全部のその答えが逆転しちゃうんで、まあ、よく言うんですけど人,人殺しも人殺しに関しても戦争がある国で人を殺したらヒーローですからで,で日本も歴史,上歴史をたどると戦争してて人を殺してましたからね特攻隊もあったわけじゃないですか。 うん、でも特攻隊はなんかヒーロー扱いしてますよね。でも現実を言うと敵人のアメリカ人殺してるんですよ。これもどの視点で見るかじゃないですか。アメリカ人から見たらいや俺ねじゃあ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  <laughs> ですよ。あのアメリカ人から見たらその特攻隊で突っ込まれて家族を失った人たちもいるわけじゃないですか。じゃあこの家族から見れば特攻隊悪だって感じなんですよね。 でも日本人から見たら命を張ってまでその敵陣に突っ込んでたすげえヒーローすごいぞってなるじゃないですかだからどこ,かどこで見るかですよねこのアメリカ人から見たら家族を殺されてるんですよ家族を殺されてるんですよって話じゃないですかどう,いう殺どういう殺し方がかか、ねね、命を張ってこ殺してきたっていう殺し方,その,、ね、殺し方の違いですけれども だからね、本当にいろいろな視点で見ることによって全ては答えというか何かがこう逆転してしまうというそういう矛盾というか面白いっていうか,、うん、うだかまあこの動画で何が伝えたかったのかっていうとよくわからないですけれども <laughs> まあまあ光と闇はあるしそこをちゃんと理解した上で向き合っていかないといけないよというところです。うん であとはまあ今回のね、えー、セミナーではあの、まあ、この話はするかわからないですけど、まあ、成功するためにまあちょっとこの話はぶっ飛びすぎてると思うんでこの話しても多分理解できる人ほとんどいないと思うんででもお金を稼ぎたいと思ってるわけじゃないですかじゃあお金を稼ぐ上で、まあ、何が必要なのかっていうところを、まあ、トップバス以外の、まあ、僕が本当に話したい本質的な部分ですよねお金を稼ぐ上で本当に何が大事なのかっていう、ね、そのじゃあお金を稼ぐ上でい そのまあ、究極の、うん、ある一つのことがあるんですよ。これねそうそう,そう大阪で僕がこれねあのお金を稼ぐ上で何が一番重要だと思いますかってこう聞いてったんですよ。<laughs> 聞いてったんですね。でそしたらあのあの、まあ、聞き終わって、まあ、チョコさんっていう方があの後ろに座ってて、まあ、ゲストで大阪は話してくれたんですけどそのチョコさんが。 はい、みたいないや「チョコさん言わないでくださいよ」みたいな <laughs> チョコさんはね一発で当てちゃい、ま、当て,て、うん「そうだよね」みたいな「だから稼げるんだよね」って話なんですけどチョコさんっていう方はですね一発で当てました、ねまあ,あのこう聞いてたんですけどなんかいろいろ出ましたけど、まあ、僕が得たい、えー、ものではなかったんででチョコさんが後ろで「うん」みたいに言,って言わないでくださいよチョコさんみたいな「うん」みたいな話だったんですけど。 ままあまあ、まあ、本当それが大事なんですお金を稼いでいく上でそこがめっちゃ大事なんですけどほとんどの人がそれができないですね。そううん とということで、まあ、本当にお金を稼ぎたい、まあ、人生を変えたいとか、ね、お金を稼ぎたいとか収入を上げたいということだったら、まあ、ほとんどの人がその多分教えてくれないような話っていうのを、まあ、今回3月25日トップバズも含めて、まあ、メインの本質の講義っていうのもちょっとしたいなっていうあとはダークサイドの部分ですねダークサイドインターネットビジネスって魔法的な部分あるんじゃないかなんかちょこちょこやって裏,裏で稼いでる方法あるんじゃないかあります。 だそういうダークサイドの稼ぎ方もありますんでいろいろ教え知りたいんだったら、えー、教えることはいくらでも可能です、はい、まあそれは何をお金に色はないですからお金に色はないんで、うん、いろんな稼ぎ方があります、はい、で僕はいろいろな部分を見ていろいろな部分を統括して見て、えー、見てきて、えー、なんだ今の僕はドリームアカデミアで教えてるまあ本当になんだ えー、ファンを信頼関係を構築してファンを構築して、えー、長期的にビジネスをやるモデルっていうのが最強だと思ってるんでそれをお伝えしてますいろいろもう、ね、いろんなことを見てきていろんなことを見てや最強はやっぱこれだよねっていうのをドリームアカデミーで教えてます。もう間違いなくこれ最強だっていう ね、中長期ずっと稼げるっていうどういうふうにあれば稼げるのかっていうインターネットをどういうふうに扱っていくのかっていうところを本質的な部分だったりとか僕もいろいろ経験してきたことを全て入れてますそれがドリームアカデミアですけれども、まあ、ここに入れないっていう人もいるんで、まあ、今回セミナー参加していただければ、まあ、トップバズもねドリームアカデミアで入れてますけれども、まあ、それ以外の部分もお伝えさせていただきたいなと思います、はい、ではこの YouTube の下にねリンク入れときますのでご確認いただければなと思います えー、ありがとうございました。